お家で過ごす時間が増えた今、親子で海を感じる料理を作ってみませんか。今日は今が旬の初ガツオを使ってカツオの漬け丼を作ります。高知グルメの代表格、カツオ。春から初夏にかけ黒潮に乗って太平洋を北上する今が旬の初ガツオは、赤々とした身、油が乗りすぎていないあっさりとした味が特徴です。材料はこちら。カツオの刺身8切れ、醤油とみりんは大さじ3、白ごま大さじ1、生姜 30g、 白米2合、そして小口切りのネギを適量ご用意ください。まずは生姜をみじん切りにします。包丁が慣れなかったらお父さんやお母さんに手伝ってもらってください。この生姜も高知の特産品なので美味しく使いたいですね。炊飯器に2合分のお米と水を入れて、先ほどみじん切りにした生姜を入れます。そして蓋をしてスイッチオン。ご飯を炊いている間に漬けだれを作っていきます。まずお醤油、みりん、それから白ごまを入れて混ぜ合わせてください。カツオの刺身に漬けだれをかけていきます。この刺身をひっくり返しながら全体にかけてください。このカツオの漬け丼、昔から漁師さんが船の上で漁師飯として食べていた伝統的なお料理なんですね。そしてラップをかけて漬けだれが染み込むよう冷蔵庫で30分寝かします。ご飯が炊けたみたいです。それでは開けてみましょう。どうかな。おー、生姜のいい香りがしてますよ。うん、ふっくら炊けてます。それでは炊き上がった生姜ご飯を器に盛り付けていきます。そしてこの上に30分漬けておいたカツオの漬けを乗せます。うん、いい感じ。この上にタレもかけてくださいね。それから小口切りのネギを上から散らします。これでカツオの漬け丼完成です。こうやって簡単に作れるのも漁師飯ならではですよね。それではカツオの漬け丼いただきます。うん、おいしい。このカツオ、とっても肉厚なんですが、柔らかくてスーッとこう溶けていく感じがします。味自体はあっさりしてるんですね。ですがこの漬けだれがいいアクセントになってますね。そしてこの生姜ご飯と合わせることで香りも豊かです。どんどんご飯が進みますね。これぞ漁師飯ですね。簡単に作れるので本当にお子さんでも作りやすいと思います。この魚の臭みが気になるっていう方でも、漬けだれと一緒に食べることによって食べやすくなるんじゃないでしょうか。うん、半分くらい食べたところでもう一つお楽しみがあるんです。塩を少々入れただし汁を上からかけます。おー、贅沢。そして上から刻み海苔、わさびをトッピングします。これでだし茶漬けの完成です。二度楽しめますね。うん、これまた絶品ですね。さらに味が変わって飽きずに最後までペロッと食べられちゃいます。うん、うまい。今が旬の初ガツオを使った高知らしい漁師飯、カツオの漬け丼、ぜひお家で親子で楽しく作ってみてくださいね。